はい。MP48 のパート2です。マクラーレン式アクティブのコート材。はい。マクラーレン方式のアクティブサスペンションを使うことによって、どんな良い,いことがあったのかと、どんな悪いことがあったのかというのを紹介したいと思います。はい。アクティブサス担当パッドフライさん。アクティブサスを使うことによって、意外な決定 点が利点点がになったようですあの時代のマクラーレンの空力特性はあまり褒められたものではなくリアの車高変化に敏感で車高が下がるとひどいストールを起こした普通は車の車高変化でダウンホースの変化が起きてほしくないんですけどもこの MP48 はリアの車高が下がるとダウンホースが急に抜けちゃうという癖があったようですねしかし実際にはそれこそがアクティブカーに持ってこいの特性だった 例えばフロント8ミリリア40ミリからフロント8ミリリア20ミリに下げると車速が20キロ伸びた。これを直線でのロードラックモードとしていた。アクティブサスを前提にするなら車高が特定の範囲内でより大きなダウンホースが出る空力デザインが適していた。はい。リア40ミリから20ミリに下げる。車が 後ろ下がりの状態にするってことですよね。そうすると車速が20キロ伸びたと。この直線でリアを下げて空気抵抗を減らすというのは、どのチームもやっているんですけども、このマクラーレンの車体は特に車速が伸びたようです。パッドフライさんはベネトンのマシンで後ろを下げても、ここまで伸びなかったと言っています。はい。なので、通常であれば欠点になるはずの MP48 のこの特性が、 アクティブサスがついている状態では大きな武器になったということですね。MP48 がウィリアムズには勝てなくても意外と速かったっていうのはこれも貢献してるんだと思います。あのシステムは空力プラットフォームでありそれにコーナーウェイトの調整機能を加えたものだった。そして距離ベースで1周分が プログラムされていたので、一つのコーナーのために何かを調整したとき、それが他のコーナーで裏目に出るようなこともなかった。アクティブサスペンションはあくまで空力を支えるもの、空力の効果を最大に出すためのもの、そしてコーナーウェイト、四輪に均等に荷重をかけるための調整装置だっていうことですね。で、先ほど直線でロードラックモードという話をしたように、距離ベースでプログラムをしてますので、もちろんコーナーごとにも、 特性を変えることができます普通パッシブサスペンションではどこかのコーナーに合わせると他のコーナーは捨てることになるんですけどもアクティブサスではそれが発生しないっていうことですね。ということでいいことずくめのように聞こえるんですけどもプラクティスが始まる前に毎回そうした設定作業をエンジニアの負担は大きかったよテストチームは私一人が面倒を見ていたが 数戦を終えたところで私もレースチームに帯同して手助けをするようになった。やるべきことがあまりにも多かったからだ。はい。最初はパッドフライさんはテストチーム専属だったようですが、レースチームの情報入力量というかプログラム量があまりに多くてレースチームに帯同するようになったんでしょうね。これが欠点ということになると思います。はい。ウィリアムズからマクラーレンにやってきたパディ・ローさんは、このマクラーレン方式のアクティブに関してちょっと違う意見を持っているようです。 私としては彼らの考え方に賛成しかねたサーキット一周をメートル刻みの距離を基準にサスペンションの挙動をプログラムする手法に足を踏み入れていたからだエンジニアは朝4時まで残って車高をセグメントごとにプログラムしてバンプのある場所ではあらかじめ車高が上がるようにしていたはいパディ・ローさんがウィリアムズで作ったアクティブサスとは全く方式が違いますのでパディ・ローさんは この膨大なプログラムを入力しないといけないマクラーレン方式に否定的ないようです。あと、このバンプのある場所であらかじめ車高が上がるようにしていた。これ、わかりやすいレースがカナダグランプリだと思うんですけど、セナが予選であんまり速くなくて、決勝ではまあ急に速くなったんですよね。おそらく決勝の朝までにエンジニアが。 コース上の全てのすててバンプに対しし入力したんだと思います車が揺れないように。なんで決勝ではかなりスイスイ走れるようになったんだと思います。私の考えではマシンはドライバーが信頼できるような特性を示すことが重要で完全にプログラムされた挙動に頼るべきではない。また別の問題として入力に対する車の反応がプログラムによって変わるとドライバーが車の特性を学習できず限界までプッシュできない。 はい、アクティブサスペンションはコンピューターありきのシステムですけどもパディ・ーローさんはあくまでドライバーがつかみやすい特性つかみやすい挙動というのを優先するべきだという考え方ですねでコーナーごとに車の挙動が違うと限界までプッシュできないんじゃないか特性をつかめないんじゃないかという懸念をしてますね、はい、だがセナはうまく乗りこなしており気に入ってもいたから チームはその方向で進めていった。そのデメリットになりそうな特性をセナはあまり気にしてなかったんですねちなみにハッキネもあまり気にしてないようですなのでパディーローさんが思うほどドライバーはデメリットとしては感じてなかったようですね P48 はストレートごとにコーナーごとに挙動を変えることができるというのは利点ではあります特にストレートでロードラックモードを使うことで劇的にスピードが伸びるこの車には効果的です ただ 1m 刻みでのプログラムを入力しなくちゃいけないので膨大なデータを入力しなければいけないということとプログラム先行でサスペンションが動くのでドライバーによってはそれを嫌うかもしれない運転しづらいかもしんないということになりますこの時のドライバーセナもハッキネもそれは気にしなかったということですねはい